皆様とお目にかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。今日は千葉県の柏の葉周辺で、でまあ仙石原みたいな、箱根の仙石原みたいな、いっぱいススキがあるところというところで探してたら、この近辺多いというふうに聞きましたのでやってきました。まあさすがにこの私有地に入って撮るなんてことはいきませんので、まあ透明なところからススキがいっぱい生えてる雰囲気を狙おうということで、今日はいよいよ発表となりましたトキナーの新レンズ ATXI100mmF2.8FF マクロ、このレンズを使って撮影をしていこうと思います。実はちょうど朝6時、まあちょっと手前ぐらいでやってくるつもりが6時過ぎた状態なんですが、太陽がこの辺り上がってくるのが6時15分ぐらいという時間なので、まあそれを狙ってきました。で、このススキが輝く雰囲気みたいなのが狙えたらなと考えています。まあこの柏の葉の開発されている途中の場所のところにススキがいっぱいあるといった感じなので、あとはカメラを立てる高さを工夫していって背景を考えていこうというところですね。まあこの目の高さに立てていくと結構道路とかといったものが入りますから、低い位置から立てようかなというところですが、低い位置から狙いすぎても電線が入るかなというところで、その辺を考えて構図を決めていこうと思います。はい、ひとまず構図を、まあ背景が緑になるように狙って F8 の4分の1秒感度は100といった感じですね。これに対して多少被写界深度を浅く、 F 値を絞りを上げていって F2.8、 あ、F3 ですね、このトキナーの ATXI100mm マクロですとレンズを繰り出した量に合わせて実光 F 値で表記されますから、今の撮影距離だいたい3メートルぐらいでしょうか。3メートルですと F3 が開放 F 値ということで出てきます。 F8 の場合と F3 の場合、まあこの絞りによって背景のボケ具合が変わってきますね。この場合は F3 の方がいいような感じがします。さらに近づいてこのススキの穂の柔らかい雰囲気みたいのも狙っていこうかなというところですね。はい、このススキがいっぱいある雰囲気も狙っていこうということで、まあ多少絞りを絞って F5.6 で背景の方のススキも出していこうということで撮っていきました。マイナス 1.3EV の暗めの表現ですとか、プラス 1EV ぐらいにして思い切って明るめの日の当たった感じ、まあ朝焼けのこの光が当たった様子も撮ってみました。今日はまあいよいよ晩秋な感じもしますが、このススキを撮りに来ました。まあ朝活という感じもしますし、あとまあ新しいトキナーのこの 100mm マクロレンズ ATX100mmF2.8FF マクロですね、このレンズも非常にうまく活用できたのではないかなと思います。またこのマクロレンズを使っていろんな被写体撮影チャレンジしていきたいと思います。